俺はトーマを殺したくはない。できればあの二人を助けてやりたいんだ。でもトーマはあんたの計画を邪魔した男だろ。どうして今になってかばうようなこと。強い信念を持った人間はいずれ大きな志を抱く。そしてそれを実現する。俺の恩師が教えてくれたことだ。トーマは純粋でまっすぐだ。あれはいずれ良い政治家になる。でもそれだけで。それだけじゃねえんだよ、伊達さん。